これ町やん。町。で、お、誰かいる。これ何？こいつ誰よ？教会神？マジカルマンの神様？なるほど。やはり、お前は影武者か。影武者？まさに、因果にあだなす者というわけだ。もしかして、エースケとコースケの子？彼は死の因果の収束点。もともとは一人だった存在が、因果の波に飲み込まれ、二つに分かたれた。彼がお前にとって変わることが、私の転生を導くおとりとなる。え？どういうこと？結局あれか、エースケが、コウスケの体を乗っ取ってしまったら、こいつが転生するってこと？まるで自分が因果を操ってきたかのような口ぶりだな。そうよ。私は死の質と量を操作することで、因果率に干渉してきた。なんだ、本当に神様みたいなことしてるんだな。名前だけじゃなかった。本当に神様だった。すべては自分の手のひらの上とでも言いたいのか。ある意味ではそうとも言えよ。狭間の世界、教会人、みんなはそう呼んでいたな。虚構で塗り固められた幻の断りにしては、大層な名を冠していると思わない。無論そんなものなど存在しない。存在しないのか。狭間の世界も教会人もすべてお前たちの勝手な幻想だ。偽物の世界？越境の使者に名前を与えたのもあなた？それだけではなかっただろう。お前たちが宿していた負の輝きも同時に引き出されたはずだ。あー、あの能力、ゴーストタッチとかアニマルトークとか、あれは負の輝きってことなのか。ファ、そこの女も含めてみんな良き死神であった。越境の使者か。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、その中でも特に狭間エスケのそれは秀でていた。そのことはお前たちが一番よく理解しているだろう。エースケも、こいつの力に囚われていたのか。死を運び、因果を突き崩す。さすれば、私の死も否定される。なるほどな。大層な御託を並べたところで、あんたも結局は、生に執着する普通の人間と何も変わる。ごめん、感じた。何も変わらないというわけだ。あるいはそうかもしれない。誰しも何かに執着する弱い存在。死してなお、醜く、あがく。だが私は試した。お前たちのいた奇妙な世界を顧みよう、疑う者などいなかっただろう。踊らされているのだよ。頭の世界はお前たちの盲信によって存在し、お前たちは自らを教会人として現世、厳しさを返す。結果、死は溢れ、跋扈した。他でもない、私の意志だとも知らずにな。故に私は神にも等しい立場にあると言える。何なんだこいつ、結局。一番偉いのかこいつは。あー、でもこいつ結局なんか悪者には変わりなさそうだよね。なるほど、神か。奇遇だが俺もその名を持っていたな。かっこいいな、ジンだもんな。さらに言わせてもらうと、いたずらに邪神を信仰する趣味もない。だからあんたが何であろうと構わん。このジン様には関係がないということだ。神様ね。子供も大人もみんなが迷って悩んでいた。たとえそこに答えがなかったとしても。でもそれは自分と周りの人たちだけのことで精一杯だっただけだよ。誰もあなたのために動いてたんじゃない。そうだよな。葵たちお人形さんじゃないもん。否定はしないでおこう。ただ、それでも因果は我が手の中にある。狭間康介の消滅をもって全ては完成される。本来ならば、それは狭間英介の手によってもたらされるものであったが、自らの手で掴み取るのも、また一挙。はーで始まるのか。結局こいつが全ての悪の根源というわけでいいのか？ダメ。そんなことはさせないよ。ここは絶対に落とさないから。コウスケは死んでも守り通す。
ついでにあんたもぶっ飛ばす。それだけのことだ。じいちゃんかっこいいな。神様相手にも抵抗しますね。なかったはずの死をたくさん生み出した。こいつがねじ曲げて全てを狂わせたんだよ。これエースケか？本当はそこにあったんだ。だから、取り戻そう。これまでに会ってきた全ての教会人たちと。おお！今まで行ってきた場所が、走馬灯のように。僕たちの明日を！わかった。やってみよう、エースケ。おお、なんだこのめっちゃいい始まり方は。ブリトラ・バルナ。なんだ、ブリトラ・バルナ。ごめん、ちょっと名前で、ちょっと笑っちゃったけど。さあ、やっていきましょうか。これ何？敵は、これ何なのこいつ。人じゃなかったの。なんか絵みたいなやつと戦ってるけど6666、悪魔の数字じゃん。1、10、100、1000、万、10万、66万。バケモンか、こいつは。さすが神を名乗るだけある。じゃあまあ、とりあえず、今まで通り、絶縁かけて、やっていきましょうか。これは長引きそうだなぁ。得意点かけて、どうしよう。予防かけて、ガードしとこう。で、じいちゃんは攻撃、攻撃、攻撃と。お、一応先手取れたね。オッケーオッケー。やっぱりあれ強えな。これで3人はとりあえず無事で、このターンは取り切れるかな。はい。自動回復。自動回復。回復で一旦使ってくれた。ありがとうございます。はい。絶対やって。さあさあさあ。まあ、66万、長丁場になるな。さっきの、万人マールも16万ぐらいであの時間だったから。それの何倍相当時間かかるな。頑張っていこう。カット挟んじゃうかもしんないけど。さすがにノーカット編集はきついかな。一旦でどれくらい削れるか。1万3000回復すんの？マジか。そしたら、きついなぁ。きついなぁ。5000くらいしか減ってない。いや、違う。1万 ?1 万しか減ってない。そうだろ。6000か。いや、マジか。回復量がえげつない。回信いいよ。はいはい。お、自動回復が消えて、60万を切りました。おめでとうございます、皆さん。さあ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 、一歩進んだんじゃないか。本当に、一歩だけど、ベイビーステップだけど。したら、ゴーストまた来た。なんだこれ、メテ撃ってきた。あー、おいちゃん、耐えてくれ。危ねえ。もう一回来る？誰だ次。普通にこれ物理向こう、貫通してくるってことは、あれか、魔法攻撃に入るんだ。あー、なんか、警戒しとかないとまずいな。ディフェンスアップ外さないで正解だったかな。あれかな、MP を吸った次のターンあたりにあれ放ってくるんだよね、今。それならば一応、対処はできそうだけど。はいはい。お、50万。もうちょいで切りますね、50万。9000。よしよしよし。で、今んとこまあ、そうだね。まあ、魔法攻撃だけ気をつけておけば大丈夫かなっていう感じなんで。今んとこなんとかなってますけど、この前の不在の後の時みたいにね、油断はできないから。あー、そうだね。絶縁をかけて。あ、いや、絶縁より先だな。渇望だな。で、MP が足んないからちょっと断念しよう。で、攻撃でいくか。で、リベラデューサーを挟みたいね。で、滅却を二度かけていくか。で、葵ちゃん。ディフェアップしとくか。で、多分、予防もそろそろ切れるかもしれない。はい。で、じいちゃん。ディフェアップはまだ続いてますね。ちょっとね、このターン攻撃だけでいくか。
TP も貯めよう。デューサーで、そうね、回復させて。あー、なら MP! 回復するなら、絶夜も使えたな。ミスったな。これはまた再配ミスだ。で、防御は決定一応。攻撃直して。で、攻撃アップ。たれ。これで、このターンで50万切るんじゃない？はい。クリティカルが欲しい。一切回復。あ、はい、よかったよかったよかった。物理攻撃が一番、一応今のは。クリティカル来い。来い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 。来ない。そもそも出るもんじゃないんだよな。お、来た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 。オッケー、いいよ。で、物理無効解ける。50万切りました。おめでとうございます。よし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 。まあ、着々と攻撃はできておりますけど。で、今んところね、ピンチな感じもなく。そうね、いい感じじゃないでしょうかね。ごめんだ。回復もできるしね。はい、攻撃で690、700ぐらいかな。ありがたい。ドンドンドン、オッケー。で、もう一回。3回攻撃が本当に強いな。で、コンボプラス2がついてて。で、じいちゃんもいるからね、うちのパーティー。コウスケ一辺倒じゃないっていうのが、またいい感じじゃないかな。強いね。ゴッドファーザーで1600とか食らってくれるって本当に強いんだな。前までちょっと800とかかける4。ね、それの倍くらい食らってるから、ありがたいわ。あー、強いぞ、なんだ今のは。なんだ今のは。一撃で死んだんだけど。言うよ、マックス様だったのに。嘘だろ。マジか。物理無効もかかったから、魔法攻撃か一応。で、葵ちゃんにちょっとかけて。あれ困るな。雫9個ね。9個あるから、大丈夫かな。どういう回しで行った方がいいかな。復活させて、低い点かけて。で、どうしよう。ディフェアップ。ディフェアップ。で、起死回生の祈りかな。やばいな、今の。ガードしても、耐えられるのだろうか。攻撃しとくか。で、リオ得意点やって、オーケー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 。これで、とりあえず大丈夫だと思うんだけど、物理以外の攻撃が来ちゃうときついかな。予防して、ヘッドアップも外した。オーケー。で、お、無視変更に使ってくれた。で、マックス、オッケー、いいよ。いや、このリカバリーが、本当にできるだけで絶対違うと思う。変わってくるよ。オッケー。オッケー、いいよ。一旦しのいだんで。45万5千。はいはい。攻撃が上がってんのもちょっとな、怖いね。もったいないね。あー、で、MP 吸ってきたな。MP 吸ってきたから多分、次あたり来んじゃないの、でかいの。どうしよう。大丈夫かな。 OK 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 OK、 いいよ。あ、来たね、これだね。これが大丈夫か。192。あーあー、 OK OK OK。 防御しとけばやっぱ大丈夫だね。 OK よ。いいダメージ量じゃない。まあまあまあ、200200200、うん、4、5、1000ぐらいか、1000弱ぐらいか。はい、物理無効消えて、ん？何これ？何？美号の、装備ゾロが消滅してった？はははふざけんなよ嘘だろお前。装備ゾロ消えたらお前、きついぞ。いやでも、スキルソウル消えなくてよかったな。こっちのがまずいな。あー、じいちゃんが、
攻撃がめっちゃ下がっただろうな、きっと。で、葵ちゃんの素早さも、まなみちゃんの素早さも、めっちゃ下がったんだろう。いや、きついな。強え。で、40万切りました。おめでとうございます。頑張りましょう、引き続き。あ、30万の時になんかまたありそうだな。相手を30万切った時に、なんか、今度、またなんか、えぐいことしてきそうだけど、大丈夫か。オッケー。さあ、攻撃、いくつだ？あ、2000。あ、いいじゃん。大丈夫だな。装備ソウルみんな、これしてない状態ってことでいいの？いいんだよね。攻撃力変わってないけど。あんまり。じいちゃんは2000。あーでも500ぐらい減ったかな、じいちゃん。あ、いや、そんなことないな。あんま変わってないな。なんだろう。はいはい。で、物理向こう溶けて、攻撃する。1000ぐらい。1回できたな。あー、まあそうだね。いいよ。2000、いいよ。クリティカルホイップ。ほい。ない。お、生きているみんなを呼ぶ死神の役目。僕がやったこと、全部僕がやってしまったことだ。エースケか。エースケ。それでも、一緒に帰ろうって言ってくれた。だから、お前とはここで。さよならだ。お、お、コウスケの技、あ、エースケの技これ。すべての教会人の叫びが、黙礼するであってる。黙礼する。お？何が起きたんだ？教会人の叫びに囚われてる。おお！一旦削ってくれたのか。エースケ。やばい。感動だわ。ここで、まさか、助けになってくれるか。はい。で、あー、攻撃がちょっと引きにくくなってるね。悪いな。エースケのさ、あのスキル使った時のエフェクトがコウスケと一緒だったね、色っていうか。いやー、やっぱ兄弟だからかな。いいですね。あー、 MP 吸ってきたな。次注意だな。おう、ごめん、マイクずれちゃった。神追い攻撃。OK! いいよ。いいですよ。お、二人で立ち向かっているのね。リは、そういう姿が見たかったの。これだ、あ、峰岸先生パート1以来だ。いらしてたんですね。このままやってしまいなさい。おぉ。先生、邪神の力が削り取られていく。ありがとう先生。いやー、小学校の先生まで手貸してくれた。そして30万切りました。おめでとうございます。続きも引き締めて、気を引き締めてやっていきます。はい。お、勘違いしないでくれ。僕が共鳴したのはエースケ君の叫びだ。こいつはもしかしてあいつか。来たお前か。お前じゃない。エースケとは結構仲良かったんかね、あいつね。植物さん。オッケー。いいね、最後にみんな協力してくれる演出。なんか、ガッシュ思い出すな。本時期のガッシュ。オッケー、回心来た。6200。でかいですね。いや、お当然、こいつも来るよな、やっぱり。ヒヒヒ、神への反逆。こりゃ究極のアートだぜ。ワイルドだろ。来た。こいつはちょっとじいちゃんが複雑だけどな。火を放つよりもずっとな。お、ちょっと改心したのか。いいコメントですね。邪神の力が削り取られてる。23万。いいんじゃない？
来い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 。うん、あーっと来た、これ9000食らってたな。9000なら、あれ防ぎようないのか。まずいな、また立て直さないと。あーで、葵ちゃんの物理無効も切れちゃったか。あーあと残り209000、ここ大事だな、立て直さないと。怖いからガードしよう。いやーあれなー、予兆があれば何か防御とかできるんだけど、防ぎようがないよな、一発だし、急に来るし、9000だしね、防御しても助かるかも、数値だし。 OK、 立て直せるかなこのターン。 OK、 物理無効でして、あ、よかったー。 OK、 とりあえず希望の雫持っててよかったな。復帰の光装備してないからさ、ほんとなかったら持ってたわ。とっておきの、いいよ。お、 MP 吸ってきやがったこいつ。せっかく回復した MP を証拠りもなく吸ってきやがった。次来るな。じゃあ攻撃プリズム500ぐらい、いいよ。ほんま冗談きっついで押すさ。お、お前は凍りついたやつじゃないの？諦めた親父。わいは結局な、諦めの悪い男だったんや。おお。いいよ、もっとやっとれ。さらに削り取られていく。いいですね。そうだ、お前の意地を見せてやれ。神合いからの攻撃。よかった、凍りついた男。無事だったのかな？はい。で、物理無効切れた。お、20万切ったぞ。おめでとうございます。もうちょいですね、頑張っていきます。はいはい、いいね。演出途中になんかいろいろ演出とかもあって、なかなか楽しい戦闘ではありますが、どうしよう。 OK、 まあそれなら、あ、でも MP ないと回復できないな。何これ、効かないやつか。はいはい、スキルソウルが消滅してうせやろ、スキルソウルはやめてくれよ。そこはお前不可侵条約結んだだろうがよ、お前。ありか。あー、一応使えるんだけど、技とかは。あ、待って、これ技じゃん。技は違うか。MP ないから、どっちかわかんねえや。15万。黄色くなったね、表示が。とりあえず攻撃でいいか。して、で、釣り向こうはみんなついてるので、デューサーだね。デューサーで。ふっ。回復させて、あーんで、よいしょ。スプレッドシフト。猶予吸収できるのか。まあ、でも、リベルデューサーで。うん、いっか。別局で。行きやしょう。応援団ガードで、 D ちゃんが騎士改正の祈りを自分にかけて、ちょっとガードしとくか。このターン、あ、新、あ、ごめん、なんでもない。新規ってかけとけばよかったなって思ってる。どっちにしろ MP0 だから選べなかったな。はい、で回復して、いいよ、ありがとうみんな、最近のみんな。開始きた、3000。まあちょっとしょっぱいけど、バフがかかってない。おー、いいね、2回かかった。開始きたぞ。もう1回来ない、もう1回来ない、来ない。いや十分だったよ、2回来てくれたら。回復、やってしまったことは取り消せねえが、今の俺にはできることがある。おお、こいつはおっちゃん。それは、お嬢ちゃんが進む道を切り開くことだ。邪神の力がさらに削り取られていく。ありがとう、おっちゃん。
いやー、十分十分。ここで借り返してくれたから、全部許す。